はい、こんにちは。今日はギリシャ文化です。まずギリシャってどういうところだったかっていうのをちょっと思い出しましょう。ギリシャの中にはたくさんのポリスがあって、小さな都市ですよね。そこで割と小規模でしたね。まあアテネはちょっと大きくなっちゃったんですけど、大体が本当に小規模、数千人の単位で、自分たちで政治を行いながら回っていて、独立していたポリスがいくつも転々としていたのがギリシャでしたね。そのポリスっていうのは中身どうなっていたかというと、こう丘の上に、大体ね、これが基本パターン、丘の上に神殿があって、下に広場があって、人々がここでいろいろ話し合いとか選挙とかしながら生活していたっていう、こんな感じですね。で、ギリシャ文化どういうものがあったかっていうと、まずはじゃあ芸術からしてみましょう。芸術と思想と考えます。まず芸術で、芸術の中の美術っていうのはこの神殿がメインになりました。この辺りで神殿の建築とか、そこに置いてあった銅像とかが美術のメインだったんですね。この神殿っていうのどういうのかっていうと、みんな見たことあると思います。これをズームするとこんな感じ、屋根があって柱があってっていう感じです。この柱にいろいろ凝ってたんですね、このギリシャの人たちは。で、どういうものがあったかっていうと、これをまたズームするとこんな感じ、柱で、柱っていうのは時間が経つにつれてどんどん変化していって、スタイルが変わっていったんですね。で、まあみんなが覚える、3つ覚えたら大丈夫です。ドーリア式、そして時間軸に沿っていくと、次がイオニア式、で最後がコリント式。こうやってどんどん柱のスタイルが変わっていきました。で、大雑把な特徴というと、この上に私が簡単に絵を描いていったみたいに、ドーリア式っていうのは本当にシンプルで、ズデーンっていう感じで、イオニア式挟んでコリント式っていうのは、細かいちっちゃい繊細な模様とか飾りとかがいっぱいついて、すごい複雑に、うん、こんな感じに、この辺にちょっと飾りがついてみたりとか、模様がついてみたりとか、いろんなおまけがついたものがコリント式です。で、この覚え方、なんとなく音で覚えるといいと思います。ドーリア式っていうのはドーンって感じだよね。この総重なっていう言葉がよく使われますが、シンプルで何も飾り気がなくてドーンっていう感じで、イオニア式は2つの中間、コリント式っていうのはコリンって感じで、細かい飾りがいろいろついちゃってる感じ。こうやって覚えましょう。芸術、これすごい建築技術を要したんですね。これとても細かくて繊細な美術品として今でも、大事にされています、うん、もう一つ美術は、これも神殿、この辺りがメインだったよね。美術は何があったかっていうと、銅像があったんですね、たくさん絵が下手くそですけど、神様の銅像なんかがたくさんありました。こういったものも今でも残っているものが多くて、すごく、うん、ギリシャの、とてもギリシャ文化っていうのはキーワードが2つあって、ここで言っちゃいますけど、人間的っていうのがそのうちの一つなんですね。で、この銅像たちは実は神様、ギリシャの神様たちをかたどった、だって神殿に置いてあるんだからね、神様たちを祀ったものなんだけど、どれもとても人間的に作ってあって、すごく、うん、リアルっていうか、そういうのが特徴ですね、うん、人間的っていう、こういうところ、この神様自体もね、すごく人間的で、ちょっと神様の話をすると、
オリンポス十二神って言いましたよね。ギリシャには神様が十二人いました。十二人いました。そのドンがボスがゼウスっていう人、まあゼウスっていう神様で、その下に十一人についてみんなでオリンポス十二神っていう風に、なってたんですけど、この神様同士もすごく人間的だったんですね。で、だからお互いに喧嘩したり、時には殺し合ったり、ギリシャ神話でたくさん出てきますけど、嫉妬したりとか、浮気して嫉妬してとか、いろんなね、普通の人間の属性的な感情とかも神様が同じように持っているっていう風に考えられていました。だから銅像たちもすごく人間的に描かれたんだよね。人間的っていうの、一つのキーワードです。じゃあ芸術の分野で美術がこんな感じ、ざっと言うと。で、次文学を、見ていきましょう。文学っていうのにはまたこれ3種類ぐらいあって、詩が書かれました。ポエムですね。詩が書かれました。これ有名な人がいます。ホメロスという人が2個も書いたんですね。イリアスという詩とオデュッセイアという詩、これ実は本当にホメロスが書いたのっていう議論があるんですけど、まあまあイリアス、オデュッセイア、ホメロスが書いたとても長い詩で、すごく、誰のことを書いたんだっけな、どっちも恋愛物でしたっけね。恋愛物だと思うの、私多分ちょっと記憶がはっきりしてないですけど、そういう詩を書きました。文学でもう一つ、劇。劇のメインはここの広場。広場で劇っていうのは、いろんな人がいろんな劇を作って、コンペみたいなのをやってたみたいですね。で、どの劇が一番面白いかっていうのを競い合って、で、楽しんでた、娯楽にしてたっていうのが伝えられています。で、劇にもいろんな種類があって、喜劇っていうの、面白いコメディです。コメディっていうのがあったし、逆に観客の涙を誘うような悲劇もありました。喜劇と悲劇、それぞれたくさん有名なものが作られています。で、最後に文学、もう一つ歴史ですね。歴史書、これは有名な人が2人います。聞いたりしたもの、自分が体験したことをもとにペルシャ戦争についての歴史をまとめました。
トゥキリデスっていうのは、これペロポネソス戦争。トゥキリデス、ペロポネソス戦争っていうのはアテネとスパルタが戦った戦争だよね。それについて書きます。この人も実体験を元にしていて、この人実は最初はアテネ側にいたんですけど、途中スパルタに人質になっちゃって、スパルタの側にもしばらくいたんですね。だから両側を知っていたから客観的に書かれているっていうのをよく言われています。この2つ比べられますね、よく試験なんかで。なんでかっていうと、ヘロドトスの書いたペルシャ戦争史の本はとても物語チックなんですね。ストーリー性があります。読んでて面白い。普通に小説みたいになってるからすごい、なんていうの、今でいう大河ドラマみたいな感じかな。面白い作りになってます。で、一方でティキリデスの書いたペロポネソス戦争を題材にした本なんですけど、こっちは、叙述的とかよく言いますけど、事実を並べて、さっき客観的に書けたって言ったよね。両サイドを見てたからすごい客観視できて物事を、で厳密に何が事実で事実じゃないかっていうのをこの人は自分で分析してそれをまとめたんですけど、だからとてもなんていうか実証的、事実に基づいてっていうのを書かれています。これは後々すごく歴史書の歴史においてとても重要になってくるんですね。で、ここでギリシャ文化の特徴の2番目、1個目人間的っていうキーワードがありました。2個目合理的っていうことがあります。合理的とか実用的とか言うと分かりやすいかもしれない。理に決まっている、このトゥキリデスの歴史書からはそういう特徴が見受けられますね。とても実証的。さあ、文学はそれぐらいにしましょう。で、次思想いきます。思想ですが、どうしようかな。ちょっと時間が切れちゃったようなので、思想は次回に回します。